言っただろ、母さんは赤ちゃんが生まれてくるからしばらく病院だって。弟だぞ、みなとお兄ちゃんになるんだぞ。弟なんかいらない、母さんがいい。ねえみこと、ん、弟ってどういうもの？そうだな、この世界にあるものの中で最も可愛くて、大げさかもしれないけど奇跡っていうか、何かひどいことされてもいいよって許してしまうやることなすことすべて目に焼き付けて。何言ってる、もっと簡単に言え。ごめん、まあ一言で言うなら俺にとっての湊だよ。湊みたいな子が来るってこと。俺やっぱ弟欲しくない。湊は自分が尊にしていることは結構ろくでもないと割と自覚していた。待って、ガクトがやってきた。動いてるぞ。目も開いてる、こっち見てる。ミナトやミコトだってこんなんだったんだぞ。嘘だ、ふざけたこと言うな。こんな小さいんだ。ミナトの時は俺も0歳だったし、さすがに覚えてないから。柔らかい。おいでミナト、怖くないよ。怖くねえし、やめろ、早せ。あ、ミナト、弟、ガクちゃん、お兄ちゃんですよ。ガクちゃん、かわいいな。じゃあ美味しいか、たくさん飲んで早く大きくなるんだぞ。あた、いつらが可愛い。ちっこいのがちっこいのお世話してる。ミナト、公園行ってボール遊びしよう。俺今忙しいから。それ終わったら行こう。この後ガクちゃんに歌歌って寝かしつけるから外行けない。ミコト、お兄ちゃんと公園行こうか。いい、行ってきます。何もかも変わってしまった、ミコトは思った。あの頃が懐かしい。だけどまあきっと多分、ガクトの相手で全エネルギー使うから。ミコトは嘘つきだ。ミコトは弟っていうのは俺みたいなのって言ったけど、ガクトは全然俺みたいじゃない。だってすごい可愛いもん。弟っていいな、ミコト。ミナトは俺にとっては同じくらい可愛いのに。